はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第210回でございます。今回のテーマがハイチの受験物語ということで、まあ、自分の受験の、まあ、失敗話が主になりますけど、まあ、こういう風にやってきたよっていう話をしていこうかと。で、鼻声でごめんっていうとこと、今後のことですね。まあ、今年度があと半年ぐらいかな。今年度ね。あるので、まあ、どういう風にやっていくかっていうのを少し話していこうかなと思いますので、もしよかったらお付き合いください。で、ちょっと今週のことを少し話していいですか？先に本編の前に。今週動画の投稿があまりできてなくって、ツイッターやってる方はね、知ってる方もいると思うんですけど、自分息子が二人いるんですけど、下の子がですね、RS ウイルスっていうのにかかってしまって、結構な高熱が続いてしまったんですよ、ずーっと。で、夜寝ずの看病が、もうね、寝ても起きちゃってね、辛くってその子が、まだ1歳なんだけど、下の子。で、それで、まあ、保育園でも行けなかったから、それで動画が撮れなかったのと、で、自分がもろに今ちょっとそれをもらってしまって、ただ、大人がかかってもね、普通の風邪なんでね、全然大丈夫なんですけど、で、鼻声っていう。で、多分、来週、まあ、明日は祝日なんで多分撮れないんですけど、まあ、火曜からは普通に撮っていけるとは思うんですが、ちょっと今週ね、亀さんペースの投稿で申し訳なかったです。来週からね、行けるようだったら頑張りますんで、よろしくお願いします。で、じゃあ本編行きましょう。で、先週のダラダラジオの ラストにね、ゆるい話をしてくれっていうのがあって、まあ、リクエストをいくつかいただいたんですけど、まあ、多かったのが、その受験の話っていうとこと、恋愛の失敗話っていうのが結構あって、で、どっちか迷ったんですけど、まあ、恋愛のニーズそんなねえだろうと思って、そう。だからこっちにしました。まあ、受験の話をね、前も話したことあるんですけど、ちょっとしていきます。で、まあ、普通に、どこだろう。まあ、初受験は高校受験なので、で、まあ、高校受験から始まったんですけど、まあ、中学の時に、自分ちょっといじめを受けてたこともあって、まあ、なかなかね、まあ、もともと、まあ、自分群馬で育ってるんですけど、まあ、今も群馬に住んでるけどさ、まあ、群馬の、まあ、高校に、近くの高校に行こうと思ってたんですよ。で、そこの共学のとこに行こうと思ったんですけど、まあ、いじめのきっかけがというか、まあ、結構女子からこう広まった、まあ、男子にも最後行っちゃったんだけど、いじめあったんで、女子いるとこ嫌だなと思って男子校に変えました、志望校をね。で、ランクを下げたんですよ、1個。その元々の志望のところより。だから、結構ね、なんだろうな、舐めプをしてて、舐めたプレイの受験勉強をしてたんですけど、いけるだろうみたいな。で、その当時の群馬は前期後期っていう、前期は推薦みたいな感じ。で、後期がまあ筆記の本番。で、前期も筆記ちょっとあったかな。なんかあった気が、小論文だったかな、忘れちゃったけど。で、まあ、前期でいけるだろうみたいな。で、先生もいけるいけるみたいな感じだったんだけど、見事に落ちまして、前期俺。焦ったよね。そう、焦った。マジで。で、まあ、私立は滑り止めで受けてはいたんですけど、まあ、まあ、家庭の事情でね、あんま私立にはちょっと厳しいみたいな話だったから、後期でなんとかって言って、なんとか受かった感じ。まあ、男子校だったので、倍率がね、そんな高くなかったのも、ね、ちょっと功を奏したんですけど。で、高校は男子校に行ったと。そう。まあね、そう、前期落ちたの、未だにね、わかんないんだよ。そうね、ちょっとね、不満が今でもあって、何かっていうと、その同じさ、学校から受けるじゃん。同じ高校。で、その面接と、その小論文、作文か、があったんですよ。で、今でも覚えてんだけど、その、俺よりね、ちょっと学力は少し高かったんですけど、その、ある、ね、同級生が、作文を、その、なんか、何行目以上行かなきゃいけないって指定があるじゃん、だいたい作文って。それに全然行かなかったって言ってたの。なんか半分ぐらいしか書けなかったみたいな。あ、絶対落ちたわって言ってたのに、その子受かったんだよね。そう。で、俺作文は普通に返してたから、みたいな。作文、俺そんなになんか面接やらかしたのかなっていう風にちょっと自暴自棄になりましたけど。まあでもなんとかね、受かって。ごめんね。で、男子校に、まあ行ったという感じですね。で、まあ、高校は、まあそれなりに楽しく、まあまったり過ごす日々を送り、で、もともとですね、自分、まあ、将来の夢がなかなか見つからなかったんですけど、で、高1、高2の初めぐらいかな、に、ライブある、なんだ、歌手、アーティストの方のライブとかがあるでしょ。で、あれのツアースタッフみたいなことをやりたいな、みたいな、照明さんとか音響さんみたいなのをやりたいなって思って、で、その専門学校を探してたんですね。で、自分が見つけてた専門学校いくつかが、なんか、推薦みたいな感じで行けるみたいな。まあ、だから、あれだよね。通知用の、評定だけで行けるみたいな感じだったから、これは来たと。もろたね、と思って。で、だから、通知用、まあ、もともと1年生の時から通知用だけは取っとけよっていう風に、まあ、恩師がね、自分が唯一尊敬してる恩師がさ、ずっと言ってたから、だから本当通知用は取ってたの。まあ、定期テストはすげえちゃんとやるんだけど、
模試でボロボロになるタイプ。復習を全くしないから。そう。っていう感じだった。だから、その学校で結構、学年で一桁とか取ってたんだけど、順位は。高校の方が良かったからね。中学は本当に成績2とか取ってたからさ。そう。で、高校はちゃんとやってて、で、ただ、模試だと、40本当に超えないみたいな。科目によっては。てか、普通にあるようなタイプの生徒だったの。でも、まあ、通知を取れてるし、OKOK って思ってたんだけど、その高2の冬、3年生になる前ぐらいに、まあ、その恩師の影響もあって、ああ、教師、やってみたいなって思ったんだよね。本当に教師が嫌いで、俺は。その中学の時に、教師がね、その体育教、ある体育教師がね、まあ、俺太ってたんだよ。中学の時に。デブチンだったんだけど。で、その、俺の体型をネタにクラスで笑いを取る先生がいて、もうそれが超嫌いだよ、その先生が。もう教師なんてクズだみたいな。なんかさ、こう、なんだろう、なんだ、視点がさ、狭くなっちゃってて、視野が狭くなっちゃっててさ、もう一人の教師がもう超嫌いだから、もう教師なんてみんなこんなもんだろみたいな、ふうに思っちゃってたから、そうで大嫌いで、そう。なんだけど、その、恩師、俺が大好きだった高校の先生、数学の先生なんだけど、その先生、俺があんだけ斜に構えて教師を見てたのに、すげえ尊敬してたの。尊敬してたし、もうその先生が言うことは全部信頼してた。その先生が右って言ったら右なんだな、みたいな。そう。っていうタイプだったから。ここまで俺が変わったんだし、じゃあ、俺も教師になって、そうやって子供たち、ね、学生のみんなになんか影響を与えられたら、素敵だよな、みたいな。って思って、教師を目指そうと思ったの。で、たださっきも言ったように、じゃあ私立がちょっと なんだ、お金的に厳しかったから、で、相談したときに、まあ、家から通える、なんだ、一人暮らしもさ、NG だったんで、家から通える、国立大学っていう風になった。で、その時に選択肢として、まあ、群馬だったから、まあ、群馬大学と、埼玉大学と、あと、自分が実際行った東京学芸大学。その三つが一応、選択肢に出てきたのね。で、まあ、結局学芸にしたんだけど、で、それを決めた時、まあ、高2の冬だよね。なった時に、偏差値が20ぐらい足んなくって、そう、申しだと。で、やべえと思ったんだけど、ただ、塾に行くのが好きじゃなくって、そう、自分、行ったことがないんでね、塾に。あの、小学校と中学校の時に ECC ジュニアだけ通ったことがあるんだけど、ただ学習塾は行ったことがなくて、未だに。だから、ちょっと自分の勉強でやろうと。で、その時に、その先生に相談して、その先生が言ったこと、このワークをこれだけやってこいって、この、いろんなワークを買うんじゃなくて、学校で買ったワークをとにかくやり込め、みたいな。で、そのことは信じて、やり込んでって、で、実際も受験になりましたと。まあ、いっぱいあって、こんなね、ちょっとそこは長くなるからさ、そのいろんな気持ちの浮き沈みとか、で、成績を夏休み明けた時に、あんだけ夏休みやったのに、判定下がったよ、みたいなのもあったけど、まあ、それを乗り越えてもセンターになりましたと。で、センターの、黒歴史というか、あの事件もね、前話したけど、まあ、ちょっとね、もうやらかしたと思って家族にめちゃくちゃ当たり散らして、1日目終わった時に。ただ、ちょっと運が良くってね、そこそこ取れたと。そう、結局、まあ、8割取ったらもう超ハッピーだったの。俺の時の学、俺が受けた学芸はね、センター8割が。で、結局、79.8% だったんですよ。で、まあ、ほぼ8割ね。そう、まあ、75% 取れてればいいかなと思ってたんで、で、なんとか取れて、で、私立でしょ、今度。で、私立は、センター利用で、東京理科を理工だったかなは受かってたんですよ。取ってたんですけど。で、あとは、文教大学っていうとこ、文教と東京理科の理学部と、早稲田を私立受けて、で、早稲田は完全に記念受験だったんだけど、そう。で、文教はね、もうずっと A 判定取れてたから、そう、絶対、まあ、私立の中では文教が一番いいかなと思ってたんで、通いやすかったから。そしたら落ちたんだよね、文教。そう。文教落ちて、東京理科落ちて、早稲田落ちたんですよ。3連発で。そう。これの時ね、マジで泣いた。本当に気持ちがね、折れたね、あの時は。あ、マジかと思って。そう。だって早稲田はいいんだけどね。で、東京理科と文教はね、いけるかなと思ってたんだけど。そう。で、学芸の一次、あ、前期だね。受けて、で、前期の方が確か当時はね、センターの比率が低かったんだよね。二次の比率が高かったんですけど、俺当日風邪ひきまして、前期。そう、熱ある状態でやったんですよ。で、もう今でも忘れないんですけど、まあ、その時数学だけだったの、2時。俺、数学と教育学部の数学学科だから、もうね、大問1。多分当時すげえ簡単だったんですよ。もうね、頭真っ白になって。公式が出てこない。そう。あれ?と思って。で、テンパったまま終わった。あ、もう終わった瞬間落ちたと思ったの。もう、受験受けてる時に落ちたと思ったけど。で、案の定落ちて。そう。で、
私立はダメじゃん。東京理科のセンターで受かってるけど、そこに行かすことはできないって言われてたから、だからあと学芸ラストだよね。もう2時の、あと後期勝負になって、で、もうその前期の発表期、まあ、前期終わってからか、後期になるまでもうノイローゼみたいな感じ、勉強漬けに座ればもう吐きそうになるし、みたいな感じにあって、でもやんなきゃ不安になるから、もう死に物食いでやって、で、後期受けて、で、なんとか引っかかったの。そう、多分後期はセンター比率割合が高かったんで、それ逃げ切れた感じだったと思うんだけど、あんまり手応えなかったからそこまで。そうそうそう。っていう感じでなんとか、学研に受かったっていう感じ。これは自分の受験物語、ざっくり言うとね。っていう感じです。多分本当に細かいこと話したらさ、今これでももう10分経ってんだよね。そう、もっとなっちゃうからさ、ちょっとこれにしとこうとは思うんですけど。だからもう、まあ、特に大学受験の方は本当に楽じゃなかったし、うん、いろんなことがあった。いろんなことがあったけど、本当に辛かったこともたくさんあったけど、でも思い出すと、やっぱり笑えるから、まあ、それはもしかしたら、志望校に受かったからっていうことは大きいかもしれないけど、でも、ね、先生とやり取りしたこととか、家族とぶつかったこととか、友達といろいろ言い合ったこととか、当時の彼女とね、そうそう、いろいろ言い合った、高校の時、その受験の時の彼女は、専門学校行く子だったから、その子早くも終わってて、そう、9月か10月に受かってたからさ、でも、すげえ励ましてもらってたし、その当時の彼女にね、そう。と、そんなことも思い出しながら、それも笑って話せるぐらいになるからさ。だから、まあ、高校受験でも大学受験でも、そろそろ本当に苦しくなります。なってくる。もっともっと苦しくなるよ。10、11ってなってくとね。でも、それも終わった時に、笑って話せるかどうかは、きっと今、向き合って、どんだけ向き合って頑張れたかっていう、その量に比例すると思っていて、やっぱり手を抜いてしまったら終わった後に笑っては話せなくなってくる。と思うのね。でも、辛いけど向き合って、まあ、それは勉強だけじゃないかもしれないけど、自分の前に立ちはだかってる壁、それとどう向き合うかっていう、その本気度合いが全てが終わった後に笑える。で、どんだけ笑って過去をね、見つめて話せるかっていうところに繋がってくるのかなとは思うので、ほんとね、いつもいつも頑張ってとかしか言えないんですけど、でも、終わった時に、すごい気持ちよく解放感に浸ってほしいし、笑って話してほしいしね。そう。この時の、今辛い時の話をさ。だから、まあ、もう一踏ん張りっていうのは期間がちょっと長いですけど、でも頑張ってほしいなと思います。はい。はい。っていう感じです。で、ラスト今後のことですね。これは決定事項ではないので、まだ予定にはなってるんですけど、今9月、まあ、中頃になってきて、で、あと、まあ、受験までどういう風に撮影していくかってとこですね。で、まずひとまず、高校生に関しては、数3ですね。で、ただ、この数3はですね、今年度で、まあ、3月までですね、今年度だから。3月までで取り終わるかギリな感じだと思います。もしかしたら来年に足が入るかなという気はしているので、ちょっとまったりペースになっちゃって申し訳ないんですが、まずは数3を終えるっていうとこです。で、高校生に関しては本当にね、去年とか一昨年に比べると、高校生の見てくれてる方がすごく増えて、で、その分、リクエストもね、めちゃくちゃ多くなってて、やっぱり高校英語、物理、化学、まあ、理科科目だよね。理科科目が非常に多いです。リクエストとしては。で、高校英語は、ですね、すっごい基礎のやつだったら取れると思うんです。勉強すれば。ただ、やっぱり高校生にもなると、もちろん中学校でもそうですけど、専門科目以外は、下手な授業になっちゃうと思うんですね。そう、相当俺が勉強しないといけない。英語に関しても。だから、一度始めてしまって、途中でやめてしまうのは非常に嫌なので、今のところはやる予定はないです。で、化学に関しては、自分がもう受験の時にモルで心が折れてるんですよ。で、使わなかったんで、だからもうできないんですよね。で、生物とかはもう自分が取ってないんで、だから、することができなくて、結局、物理なんですけど、で、物理基礎ってありますよね。自分の時なかったんですよ、物理基礎って。なかったんですけど、で、物理基礎ちょっとこの前ね、機会があって、教科書見させてもらったんですけど、まあ、確かに物理基礎くらいだったら、少し思い出してというか、自分もね、参考書買って勉強すれば取ることはできると思います。なので、難しい問題はちょっと難しいんです。いや、厳しいんですけど、まあ、いずれ物理基礎ぐらいは取れたらいいかなとは思ってます。これは本当に、取れたらいいなっていう気持ちにはなるんですけど。っていう形。これがまあ高校生ですね。で、あと、中学生に関してなんですが、今は、テスト対策がメインで撮ってます。で、受験対策動画っていうのを毎年この時期上げてるんですけど、今年はですね、理科をちょっと取れたらなと、去年少し取ってるんですけど、理科を取れたらいいなという感じです。はい。これはまだ計画でまだ準備してないんで何とも言えないんですが、
ひとまず、受験対策動画の理科と、まあ、テスト対策はね、数学は、一応全部、3年生分ね、終わらそうとは思ってるんですけど、まあ、そんな感じでやっていこうと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。ちょうどね、下の子が起きましたんで、そろそろ行ってきます。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第210回、ハイチの受験物語で喋らせていただきました。ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回ね、リクエストか相談か何かに喋っていこうと思いますので、もしよかったら来週の日曜日もまた聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。話しすぎました。ごめんね、15分もたらたら話しちゃったんですけど、まあ受験物語、まだみんなは途中だと思うんですが、ほんとね、終わった時に振り返って、あ、こんなあったなって笑える日が来るのをね、ほんと心から願ってますので、ちょっと辛い時期だと思うんですが、踏まって頑張ってください。